三部のワデュソーは、フランス、サントルイコールバルド・ロアール地域県、アンドル県のコミューン。コミューンは、県南西部、自然区分上の地方である、ボワショーシュド地方にあり、ポルトフユダニの上にある。ルブラントは3 3トル、シャトール47キロメートは4 7トル離れている。コミューンは、ベレール、ルボワ、カリエールの3つの集落を持つ。フランス革命の間、 1793年版で見える25日の国民公開のデクレに従い、アンシャンレジーム体制を想起させる名称のコミューンは他の名称に置き換えることになり、コミューンはモンデューソーと解明した。もともとは幾人かのベネディクト会派修道士たちがフルーリー修道院から離れ、小さなコロニーとしてカプットサービウムを創設したことに始まる。修道院は、 ローマ街道に近かったため、時代は特定できないが移民族信仰を受けて10世紀にサリスへ移転した。自然の岩山の上にあり、よりよく防御できるとみなされたからである。村の歴史はブロスャク下とも関係がある。したがって中世の外観が岩の小高い丘にあり、15世紀から16世紀にかけて建てられた住宅や狭い通り、絵のように美しい広場がある。 現在のコミューンの紋章はブロスケのものである。ジョルジュ・ウィルソンが監督した映画ラバ・ウバーは1987年にサンブノア・ドゥソーで撮影された。2014年の小郡再編によってコミューンは小郡町所在地ではなくなった。2015年当時のコミューン人口は612人で2010年時点の人口に比べて6.13%減少した。 参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。